ケイトンさん、元気ですか？元気です。ブライアンさんは元気ですか？元気です。何をしていますか？宿題をしています。毎日勉強しています。とても忙しいので、行かれています。でも、たくさん仕事もあるので、頑張ります。私もたくさん勉強しています。いい会社で働きたいんです。でも、学校は大変です。どうすれば簡単にお金持ちになりますかね？たくさん勉強するしかありません。あは、いいやり方があります。何ですか？お金持ちを罠にかけたらどうですか？どんなやり方ですか？まず、たくさんチョコレートを買います。チョコレートを買うつもりですか？はい。お金持ちはチョコレートが大好きだからです。そうですか。次に大きい店に行きます。そして、すみません。チョコレートを買いたいんですか？と言います。はい。どのチョコレートがよろしいですか？お金持ちが好きな高いチョコレートを買いたいんですが。わかりました。いくつ差し上げましょうか？5つお願いします。500ドルでございます。ありがとうございました。次にロープの中央にチョコレートを置いて待ちます。へい、面白くなってきましたね。その後ロープを持ってきて、気にくくりすぎます。そしてお金持ちが来ます。え？チョコレート？えー！やったやった。見て見て。お金が落ちていきます。そして最後にカバンにお金を入れてください。そうすればお金持ちになりますよ。面白いですね。でも大変でしょ。勉強してたくさん仕事をした方がいいと思います。そうかな。勉強する必要なんてない。私のプログラムを試しなさい。いや、試すつもりなんて全然ありません。ブシブレ。ここはどこですか？病院です。何があったんですか？何でもないです。とにかく払ってください。お金がない？私を助ける。あなたはイージーマニーを見ています。ホストはクリスです。ようこそ皆さん。今夜私のゲストはオリです。こんにちは。オリさん、元気？はい、元気です。元気じゃない！私のプログラムを寄付するまでに、あなたはたくさんの金がなくなる。本当ですか？はい、本当です。これは面白いですね。インチキみたいだ。何書いたんだ。何でもない。どんな仕事ですか？いい質問だ。最初にバイトを辞めてください。それは無理だ。なんで？これは超優しいです。次のステップは私のカタログを買おう。面白い、面白い。はい、そうです。それから、好み通りのスーツを着てください。そして、みんなにいろんなものを売る。わかりました。最後に、いろんな人を言い出す。そして、すごいトライアングルを作る。これは簡単と思います。そうでしょう。やっとわかりました。やりましょう！